鹿がこんなところに鹿がいてる。はい、はい、せっかくいい鹿ね。おはよう。奈良っぽいですね。奈良っぽいですね。おはようございます。おお、桜がちらほらですね。三分咲きぐらい。しだれ桜もありますね。うん、これが護国神社ですね。立派やな、ね、この桜が結構ね、え、うわわわわ、ほんまや、兵隊さんがこっから行きはったんですね、うん、椿が咲いている。はい、ではここで2人で、はいはいはい、では行きますね、はい、おはようございます。おはようございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日も奈良に来させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回岩佐さんと一緒にね、護国神社のあのソーラーパネル、はい、池の真上にあるにちょっとあの動画を撮らせてもらったらすごく反響いただいて、はい、もう一回ちょっと今度はもっとあの専門家の方をお呼びして撮ろうってことになって、今日はですね岩佐さんに紹介いただきました西村さん。西村さんもですね、はい、佐世保の奈良支部の第一支部ですね。第一支部の副支部長なんです、はい、ありがとうございます。まあ、地質学者ですね。地質学者ですね。はい。僕、うん、カメラマンさんやったのばっかり思ってましたけど、違うんです。カメラは趣味でして、地質の方でね、あの、まあ、環境とかね、はい、まあ、そういった防災関係の、あの、まあ、専門家でね、まあ、あの、活断層とか、地滑りとか、スギルとか、その辺のね、あとは本当に専門で、あと環境とか、いろいろやってます。はい。そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、ちらっと聞きましたけど、この間のあの、池のソーラーパネルの、記事を書かれたのが西村さん、一番最初に紹介したのが西村さんってことで、そう、ね、間違いないですか。ただこんな感じでね、今日ね、あの紙芝居もね、見えます、はい、はいはい、はい、これこんな感じでちょっとね、そうですね、ありがとうございます。はい、けれどこの記事ですね、うんうん、これがね、298万回ね、うん、あの行ってですね、かなりこのね、あ、そうだね、ツイッターですか。これはツイッターですわ。おー、うん、これで200、すごい、うん、98万回行って、最初に本を取り上げたんですか、これ。私がこの場所をね、はい、あの五条の件もあってですね、まず紹介でね、取り上げた件がバーッと広がってね、いろんな人にね、あのフォローっていうかね、あの回されてね、それで今問題になったという。そこからネット記事になったり、テレビも出たし、テレビもね、ましたね。どこだったかな、 NBC とか、うん、あった NBC、まあ、もともとの、 あのオリジナルはこの私です。はい、すごい、あの西村二郎さんと言います。ありがとうございます。はい、お願いします、はいはい、また詳しくことは後で、はい、はい、お願いします。はい、で今日の予定なんですけど、はい、今日の予定はですね、はい、あのここのね、池のとこ見た後ですね、本当のね、水上のね、メガソーラーっていうのがあるんです、この中にね、その紹介。他にもあるんですか。そういった本当の水上、フローティングのね、そっちが方がメインなんで、そっちをちょっと紹介するのと、はい、あとですね、ヘグルの方にね、今裁判してるですね、メガソーラーの件もあって、その辺も元気に行ってですね、紹介します。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、ああ、来ましたね。うん。見えるタイプ、いや、地下が見える、ここか、おー、はい、はい、まずはね、池に来ました。問題のソーラーね、撮ってる、撮ってます、はい、あ、はい、こんにちは、はい、はい、こちらですね、はい、小島がね、古墳なんですけどね、はいはい、はいはい、見えるかな、あ、見えます、はい、で、ここにずっとソーラーホテルがあって、こちら山がありますね、あの古墳は何ていう古墳なんですか。あのね、護国神社前、池中古墳、池中古墳ですね、うん、
が今メガソラなんかいろいろ池内古墳とか、うん、池中古墳で正しい、ね、はいはい、そうですね、はい、それで今ね、ここなんですけどですね、これ2023年のね写真です。で今ね、あのこの辺にいます、はいはい、でね、この山がありますよね、あの、はい、これここにですね、奈良盆地東円断層っていうね、あ、日本でも割とね危険度が高いね断層があってですね、はい、こちら側が断層でいくと上がっているんですね、はい、ってこと下がってる、はい、ということでね、このね、この地形見えますかね、ちょっと、はい、うん、これが断層ですね、そうですね、断層があって山がガッと上がってて、え、断層ってどこなんですか、この方向、この道があるじゃないですか、うん、だいたいこの辺ですね、おー、になってですね、その影響でこちらが隆起して、ね、山ができてて、で断層の下にね池ができてると、はい、まあ、こういった古い地形ですね、を利用して池と古墳ができたと、ね、うん、そういうね、はい、位置にあります、はい、だから実はもともとここは山でしたんでね、これがね、はい、明治45年の地図ですね、はい、このようにね池があって山があって、はい、山はお茶畑だったんですね、うん、お茶畑の点々点ね、そうですね、そういう地形だったんですね、ここは五穀神社は茶畑だったんですね、昔はここね山だったね、断層によってグッと上がったね、ほんで、それがね、この米軍のね、戦後ですね、1946年のね、写真ですけどね、この時にやっとね、戦争が終わる頃ですかね、に銀座。どっから持ってきたの、この写真。米軍から。米軍から、うんうん、え、米軍からってどういうことですか、あ、写真はもう公開されてますから。公開されてるんですか、そうですね、うん。ネットかなんかで。ありますよ。見えるんです、うん、見えますね。まあ、そういうことでね、だから、要するに、ね、もともとお茶畑の断層の山だったのが、ね、戦後にね、はい、できたってことで、この池と、神社は関係ありません。ああ、そうですね。だからね、もともとあったわけじゃなくてね、先に池があったわけですね。はい、池があったもんで、水利権があって、使われていたと。うん、で、まあ、地元の水利権を持っている人たちが、はい、まあね、のことで作られているんで、うん、神社とは関係ないよという話をしたい、はい、そうですね。はい、でですね、まあ、ここですね、池中なんですけども、これが実はですね、2018年なんですね。うん、これ、高知なんですよ。ほら、見てください、これね。要は、水を抜いて、うん、削って、うん、土砂を入れて平らにして、はい、地盤改良して固めて、うん、で作ったんですね。もうこれ5年前にできたと思うんですか、うん、2018年の時ですからね、はい、6年前か、うん、かな、うん、はい、なんか要するにね、もう池はもう完全に死んでますよね、うん、全部ね、土も掘り返してね、埋めて固めてますからね、まあ、こういったことでもともとあったね池の生態系なんかは全部死滅として地盤平らにして作ってるっていうね、うん、これが問題なんですね、うん、昔はここにはちゃんとね、その春になれば花が咲くしね、で、渡りでも来てるね、そういった、渡りの楽園だったんですね。うん、え、何学？渡り鳥。渡り鳥、うん、はいはい、そう、そう、そういうね、大事なね、自然だったんだけど、まあ、はい、こんな感じでもう、すべてね、はい、改良されて、ということで、非常に、これが本当にね、ね、まあね、かわいそうというか、詳しいというか、まあそういうことなんで、もともといた生物。この写真はどっからの写真ですか？これは Google Earth ですね。おー。うん、ほんの分かるんですね。Google Earth ってこの時代がずっとね、遡って見えるんでね。おー、うん。まあそういう感じでですね。まあそういうのがこの池の状態です。で、まあ浅いんでね、はい、多分水抜けばすぐ減るんでね、多分メンテなんかはね、水抜いてやると思うんですよね。ああ、この池のソーラーのね、メンテナンス。そうそうそうね。うん。意味がないんでね。うん。まあ、そういう感じで。ほんで、水深も浅いんですけどね。うん。うん。ただ、まあ、いろいろね、こういう、壊れてなければね、うん、そういった、流海の人は出てないってことになっているんですけどね。とりあえずね。うん、でただ、火事とかね、なんか、揉んだ時にね、うん、出る恐れがあるんで、それは心配してますね。うん、こんな感じでね、本当に今ね、一応ね、カモさんはいるんですけどね。カモさんいますね、今も。今にもいるかな、ね、うん、ですよね。うん。多分こんな感じでね、まあ、うん、そういった状況です。はい。はい。ありがとうございます。いろいろと調べていただいてありがとうございます、はい。すごいですね。めっちゃ情報収集されてますね。うん、あ、カモさんいます ね、はい、ね、カモはいいけどね、渡り鳥は多分来ないと思うけどね、結構冬の時来てたらしい、渡り鳥で、うん、で、土星にはね、うん、花が咲いてさ、って言ってたよ、で、一応サービスとは行かないけど、昔 ね、うん、ね、まあそういうね、いいところで、うん、まあこんな感じで続きますか、はい、はいはい、ありがとうございます、まあ、でも地元の人から見たら、ものすごく変貌してるの見てるでしょう、ね、そうですね、やっぱ ね、景観が ね、ちょっとね、びっくりしますよね、こんな、
そんな見たことないですよ。テーブルキック、これは一緒です。プロティングってね、スタッフが浮くんですよ。うん、それが非常にね、多くてですね。あ、そうなんですか。それが普通なんですよね。うん、プロティングっていうのはね、世界でね、一般的にね、日本がね、半分なんです。50%。あ、そうですね。プロティングっていうのは。プロティングって浮き。へぇー。浮かしたね、うん、そうです。そんなん、いっぱいあるんですか。いっぱい日本中あるの。で、世界の中で、世界の半分が日本なんですよ。へぇー。海外って金かかるやつが来たら、年安いな。だから作んだけど、日本はちょっと高いからさ、浮かしてるとこ作ろうと。浮かしてってことは、ひっくり返ったりするってことですか。いや、一応アンカー止まってるけどね。それが風で吹っ飛んでね、燃えたんですよ。おぉー。うん、火事があったんですよ。それ奈良であったんですか。奈良で千葉。千葉やけどね。まあ、その写真になるけどね。要するに、そういったリスクがあるよっていう話。で、燃えるとさ、いろんなさ、床吹きが出るからね。ああ、ひどいですよ。もう、水はもう本当に、毒されてさ、そんなもん、田んぼに買ったら田んぼって出るじゃん。そういうのみんな知らないですよ。なんかやった時に。なんか昨日は、あれ、ありましたよね。和歌山で、ね、火災もありますよね。そうですね、そうですね。っていうか、あれですよ、鹿児島でね、メガソーラーのさ、バッテリー燃えたんですね、蓄電機ね。燃えたんですよ。今、ことで言ってるね。はい、ソーラーパネルと蓄電池があってね。うん、そこのセットでやるって言ってるんだけど、はい、セット蓄電池が爆発してポーン、うん、それ、めちゃくちゃ火薬ですね。我々にとってはいいんだけどね。うん、リチウムイオンで燃えるって言いますもんね。そう、だからね、山下が言ってるね。うん、防災に、ね、ためにね、貯めたさ、蓄電池がさ、爆発してさ、うん、燃えてさ、うんうん、東京ね、まあ山火事になるしさ、うん、下はさ、もう大変だっていう話になるよね。はい、ですね。うん、その辺がタイムリーですね。それはさっきやったんですね。うん、まあそういう話ですね。いろんな、ミカソーラーのリスクがね、あるんで。いろんなネガティブの話いっぱい出てきてますよね。うん、そうですね。ですね、さっきの、まあ、グローブ神社とは関係ないんですけど、でも、核弾倉をね、うん、その、収めるために、神社があって、うん、あ、そういうの多いですよね。ね、うん、そう考えると、この、まあ、グローブ神社は関係ない人が言う罰当たりですよね。罰当たり。まあ、これがもし、この池から火災が起こったりとかすると、なんか放水、水とかかけたらダメな話ですよね。特殊な溶剤。電気火災はもうね、ダメなんですよ、ね。え？電気火災はね、普通ダメなんですよ。ああ。で、一応ね、普通の燃えた時はね、けど漏電するけどさ、そこから水の中あるからね、そういった意味ではね、漏電しないけど、ね、簡単に自分が水の上からね、水の下に一回やると、つぼしは漏電するから、関連するからね。うん、本当に大阪関係でこの昨日かな、このね、万博会場でね、このガスバカってなってよ、ポンってありましたね。あれ何なんですか。あれ全部書いてますから、記事読んでください。あそこにね、うん、あそこ、要するに、参拝物のね、地域ですね、うん、参拝物店ですよ。ちょっと見たら確かにあるんですね。それが出るか困るから、うん、76本のね、ボリュームとか、その地域をね、そうするとガス抜きたいから出てきたガスがトイレを作ったその空間に溜まって、うん、なんです。そんなところで万博できるんですか。じゃあダメなんだけどさ、ところそういう絵も出したんですよね。見てください。X に書いてますから。このね、やばい。このあれとしてはね、もうねガス抜きたいんだからね、あるのを。パイプで繋いで、うん、で、キッチン側に出すっていう案なんだけど、うん、うん、そんな作業をしてる間にさ、うん、どんどん出てるからね、うん、手段が。あ、そこ以外のところから爆発したんですか。いや、そこは、ボーリングっての間があるやん。うん、そこから出るけども、その内部から出てるからね。うん、で、ゲバーと出てるからね。それで、うん、出た重いからさ、トンネル掘った、ちょっと掘ったしっこりね、変わるんだよね。うん、ここに、火花が引火して、ボーンとなったんで、うん、そこにはね、一応ね、円形ホールとね、売店とね、なんかあるんですよ。うん、書いてあるんですよ。めっちゃ詳しいですね。で、そこで、やばいな。え？めちゃめちゃ詳しい。だから、結構 X でバーって出るけどね、すぐ来たぞってさ、情報流すんだよね。うん、その、詳細情報はね、見てくれたらね、
西村さんみたいに見たことないですこんな詳しい人カメラマンさんじゃなかったんですよ。カメラマンが2位だって。あれですよ、万博会場時間鎮火するか大阪陣からですね、持ってきてね。うん、だから、まあ、もともと、うん、で、そこのね、あのね、画像を出すかというこのね、下側にはね、PCB のね、これをね、立って、パク袋を置いてます。万博の話もまた 別でやってくださいよ。あ、こっちも詳しいですよ。もう、ちょっと。うん、前島行って、そう行ってね、夢島か。夢島ね。うん。あと地盤の話とかね、あそこは駅場の話とかね、全部知ってますから。いや、それは入れるんですか。だって入れないでしょ。手前まで行きます。手前まで行って。まあ、あのコンビニとかね、みんな結構行って。あ、そうなんですか。はい。インタビューしてもいいかなと思うんですよ。ああ、うん。あのその辺はね、あの情報持ってますしね、地盤回路の話も全部知ってますからね。うん。次ね、はい、川辺山頂の水が見えないんですよ。ああ。道いっぱいあるんだけどね、まあ、ちょうど水抜いてるっていうか。おお。これから雨降ってさ、前にね。これ、水、水はいっぱいあるんですね。てか、水位がさ、手前できてもね。ああ。浮いてるから、そっか。あ、もっと本だら水はあるんですね。あ、もちろん上まで本来は。水があるやん。あ、で、あの湯ですね。で、用水路だからね。まあ、ちょうどたまたま浮いてるって言ったら、湯だからね。すごいよ。水が見えてる。うわ。これ、隙間なく。そうそう。で、これがね、コーティングがフランス製のものなんだけどね。メーカーも知ってるんだけど。あ、フランス製だぞ、これは。ちょっと小さいですね、一枚の。でもね、これね、人が歩けるんで。浮いたら。ああ、そうなんですか。人ぐらいの上でも歩いてね。こうやったら人が上歩いてね、浮いたまま歩いて、点検できる。これね、いいわって、これもまあね、1.3 万ぐらいね。バズってるんですけどね。これもそのね、プロパイルの。まあちっちゃいんだけどね、ここ 0.8 から目が慣れてるね。まあでもほぼ目がなくて、ね。まあこういったちっちゃいからね、まあ無数にできてきたんじゃないか。特にね、もうね、瀬戸内ね、五海湾とかさ、ね、津川とかさ、この辺がね、バンバンできてるね。あ、そう。大規模都市域にね、あとできる。池の上だったら、うん、まあいいやんっていう。あの、安いね。工事せんでいい。ああ、工事せんでいいし。で、許可だけ。とりあえずね。ああ。見ればいいしね。で、これは仮設やからね。うん。工場部としても認知されてないからね。うん。まあ何もない規制が。おー。だから、その持ってる人がいいよって言えば。できるね。うん。で、これ周りの人はやめてくれとかはないんですか。まあ、この。そう、周知か、そのね。周知やったらいいんですか。その、水力組合が持ってるんですね。で、あの、そして、あの、ただでさ、金入るからね。これは、いいやろ。で、作る方もね、施設とかはね、聞こえるしね。で、今のところね、水上のやつに対してね、ないよ、法的規制が。へぇー。まんまん、切りたい方だ。で、同棲するよりは安いでしょ。で、海外って平気が多いからさ、置けばいいだけだからね、安いけどさ、日本って置けないんで、同棲するよりは安いから、水上がいいけど、今日、この一般的には高いからね、海外ではあんまやってないの。日本じゃめちゃくちゃ安いから。はい。まあ、こんな感じかな。ね、スタートしたこのね、バズったやつとね、今この現状ね、これカメさんがこうね、いるようになるね。うん、まだいいよ。うん。で、あと、この事例ね、カギの。はい。うん。くつくつんと。まだまだいい。こんな感じで。でも、はい、どうも、はい、こんにちは。次はですね、はい、あの横田町の下池メガソーラーに来ております。横田町の下池。はい、うん、下池メガソウル発電所。下池っていうの下の池。下の池ですね。この池の名前ですね。はい、来てます。はいはい。はい。で、ここはですね、これもこのね、X のね、あの、記事でね、はい、またね、あの、石村さんの、ね、はい。はいはい。はい。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっといいですか？え？今ね、YouTube でこのメガソーラーのことやってるんですけど、どう思います？このメガソーラー見て。ここ前からだよね、だいぶね。ここはね、はい、うん、でもあちらにもあります。あっちの方が大きいよね。
うん、そうですね。うん、まあ、鬼ぐらいね。そっちもね。うん、ところが、あの、鳥が。うん、鳥がね。あ、前はどうやったんですか？前はやっぱりね、ここずっと池だったから、うん、鳥遊ぶのも、うん、あの渡り鳥が来て、渡り鳥とか、ここからあのアオサギ、カラシとかね、はいはいはい、水浴びしたりとか、うん、いっぱいやりしてたんですけど、うん、やっぱりあのうんちを、うんうん、するようになったから、うん、この前からあのパネルの上にうんちするから、竹じゃなくてあのか、うん、それで怒って。そう。でそれで、うん、あの頼まれて、うん、あの何？追い払う。追い払う。あ、鷹を飼ってるんですか？鷹をなんか頼まれて、うん、やっぱそれで鳥を追い払って、鳥を追い払ってるっていう、ね。ひどいね。だからあの山とかみんなあのカラスとか、うん、あの結構ね、ナオも群がって、うん、来て遊んでたのに、うん、だんだんこれ。あ、これやって、なんで。パネルにうんちされたら困るから、うんちせないように追い払う鷹を。そうですね。それはなんか頼まれはったみたいです。初めて見ました。ああ、そうなんだ。2歳の、あの、鷹ちゃんも。ちょっとそれもかわいそうやった。うん、まあ、かわいそうだね。うん、人間の欲だからね、うん、結局ね。ねそこがなんか、ソーラーさん。ソーラーさんね、これね。うん、増えましたでしょう。多いですよね。特にこれからどんどん奈良もね、ため池多いんでね、どんどん増えますよ。規制する法律がないんですよ。うん、だから水利組合がねいいって言ったらね、うん、オッケーやし、組合にはお金がどんどん入るしね、まあそういうシステムだからどん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 増えて、うん、でね、こういうの事故多いからね、こんな感じでね、あの火事になってるんですよ。いや、これ千葉県だけどね、うん、で水上三笠ソーラーがね火事になってね消火してるけどね、結局あの消せないんですよね。それとね、燃えるまで待ったらね、有害物が出るんですからね。ひどいことな、こういうことがいっぱいあってね、ここもだからね、あのそういうね、牽制ありますよって話をちょっとしようと思って。まあね、本当はひどいですよね。ねえ、なんかあの、この辺は亀瀬がね、うん、ね、ちゃんとね、そうそうそう、水荒れしてたのに、うん、なんかだんだんね、景色が変わってきて、そうなんですよね、ちょっと辛いな。うん、ここのね、このフロートもね、これフランス製なんですけどね、フランスのね、広瀬さんのね、こういったね、海外のね、ね、あのフロートにね、パネルは中国ですけどね。でも海外のもので作ったやつを置いてね、うん、でも日本のね、まあそういうね、うん、あのちっちゃい電力会社をやってます。まあそんな話ですわ。うん。ね、うん、今ね、水がぐっと上がればね、また浮いてきますけどね。そうですね。そうですね。そうなんです。まあね、なってるんですけど。なってますけどね。そうなんです。景色もね、結構光るしね。ただここってね、周りから見えないんですよね。だから割とそういった意味ではね、あんまりね、言わないんですね、池の場合はね。見えないんで、あんまりそういったこのね、景観云々ってあんまり言われないんですよね。だって散歩するで見るけどね、普通に住んでるには見えないんですね、池ってのは。まあ、それでも結構ね、穴としてね、どんどん作られて、気が付いたら、あーっていうのが。そうね。やっぱ、火事にひどいでしょ。これも台風の時にね、台風のね、風でね、で動いてね、アンカー切れて、アンカー切れてね、これ、ね、千葉県のね、あの、やつなんですけどね、これ、ひっくり返ってますね。うん、風でね、台風でね、風でガーッと捨てられて、火花が散って、で、フロートが燃えて、大火事になって、消せないちゃって。そう、こんなのがいっぱいあるんですよ。だから、ここもだからね、うん、まあ、注意はされてると思うけどね、そういう、ね、リスクあるし。うん、台風でこう、めくり上がるかもしれない。うん、一応、アンカーあると思うけど、それでもね、可能性あるしね。で、一応、燃えなければね、そんなにね、有害物はね、出るってことは言われないんだけどね、わからないけどね。ただ、燃えるとさ、もう有害物とね、いろんなね、ものがガーガーですね。まあ、この水を使えなくなっちゃうんですよ。そうすると、田んぼをやってる人は使えなくなっちゃう。まあ、そういうね、うん、含まるよって話をね、してます。なんかだんだんあっちもこっちもね、うん、あの田んぼをほらね、なかなかあのする人がてて、そうですね、うん、なんかいろんなものが基地もね、そうそうそう、ね、いますよね、田んぼもみたいになってますね、いますね、非常に大庫が立ったりとかね、大きな倉庫になったりとか、うん、そうですよね、うん、まあ、農業やってる人がね、なんかしづらいね、世の中になってますからね、うん、いろいろですね、自然がいろいろあるのに、はい、そう、自然がいいところなのに、奈良はね、本当にね、うん、ちょっと辛いなと思いながら、ね、健康的にね、ジョギングされて歩いていいですね。そうです、歩きながらちょっとこう景色を感じながら、うん、でも変わりつつあるな。そうですね、そうですね、ね、はい、ね、はい、はい、ありがとうございます、どうも、ありがとうございます、すいません、どうも、はい、はい、はい。
そうか。そうですね。また今説明しましたけどね。はい、うん、こんな感じでね、はい、フローティングにね、浮きにつけてね、はい、やるんですね。で、こういったフローティングってやるね、技術っていうのはね、あるんだけどね、世界のね、うん、約半分が日本なんですよ。要するに世界中にあるフローティングのミカソーラーの半分が日本なんですね。日本にあるってことですね。日本にある。日本の場合はね、こんなの作っても安いんですよね。山を切ってやるよりも安いし、反対運動もないし、景観も言われないしってことでね、やり放題なんですよ。で、フローティングに対するね、今のところ規制ないんですね、基準もね。うん、山のやつはあるんだけどね、だからそういった意味で基準もないんでね、野放し状態なんです。これ、なんていうか、ネガティブなことって何かあるんですか？もし考え、まあ、もう先の火災はありますけど、うん、それ以外に。やっぱり生態系ね。うん、ああ、生態系ね。それとかね。はい、あと、まあね、うん、まあ一応ね、水があるから生きていくけどね。このメガ、ソーラーのなんか、有害物質って、発生しないんですよ。うん、一応、基準は、クリアしてるはずなんだけどね。うん。だ雨で流れて、それが、うんうん。微量には出るんだろうけどね。まあ出ても、その基準外っていう話で済んでるけど、ただまあ、事故起こったら、もう、じゃじゃ漏れになっちゃうんでね。事故起こる前提だからね。うん、まあ、それが心配ですね。だからこれを使って田んぼに聞いてますけどね、その辺もね、今のね、ところであればね、問題視されてないけど、でも実際測ればね、何かあると思いますけどね、まあ、そういう基準もないから、そのなんか、あれですか、アンカーがあるってことは、なんか紐かなんかが、そうそうそう、だからアンカーに刺して、ね、あるんだけど、この千葉のね、このダムの件はね、うん、の台風がね、こう来てね、ダムなんですね。ダムの続いてたんだけど、で、アンカーが風で、切れて、はい、ほんでこれがガシャッとなって、アンカー割ったんだ。もちろんありますよ、うん、見ないと。だからそれがね、風でね、台風でね、移動してね、ほんでガシャッとなって、火花が散って、ほんでこのね、フロート、ね、これね、プラスチックですからね、うん、フロートが燃えて、火事になったけど、消せないっていう。なんかこれ、水かけてダメってことですもんね。そうですね、水じゃ消えませんよね。うん、ね、まあ普通のね、あとかだとね、消防士がね、関連するけど、ここは別に水からとか関連はしないんだけども、ただまあそういうね、ことがね、起こってます。で、これまた火事になっても、電気の発生を止めないんですか？止めれないですね。中でね、発生してますからね。うん。で、ここはね、作ったその年ですからね。完成した年の夏に、秋かね、台風で壊れて、2018年って、大きな台風来たんですね。そうそう、あの時ですね。だから2018年の春にね、開業して、うん、秋に壊れて、で、また修理して使ってますからね。あ、まだやってるんですか？やってますよ。うん、まあそういうことですね。撤去しなかったですね。撤去しなくても全然もう修理して直してますね。で、こういってカメさんがね、こういうようなね、こうフロートですね。うん、これがね、ビニールって、プラスチックなんでね。燃えやすいっていうね。で、燃えたらどんどん有害物質が出るっていう話。まあ、そんなところです。はい。はい、で、奈良県にはいろいろあってですね、はい、他にもね、あって、私が、これなんか、これどうでしょう？綺麗でしょ？吉野の桜。ああ、綺麗ですね。ね、私撮ったの。私はカメラ好きなんでね。吉野がね、綺麗ですけど、はい、ここ。これなんか見える？これ。ああ、なんかちらっと見えますね。でしょ、はい、これ実はね、じゃじゃじゃーんってね、メガソーラーなんですよ。うわ、吉野のね、桜の有名なね、世界遺産の吉野山のね、はい、ここにね、ほら、メガソーラーがあるんですね。めちゃめちゃ、すごい枚数ですね、これ。これでかいですよ。奈良県でね、うん、2番目。ですね。31メガワット。ここもね、うん、こんな感じでね、盛り土してるんです、ガーッとね。めちゃくちゃ山切って盛り土して作ってるね、巨大土木工事のね、メガソーラーですね。結構本当に、ここなんか盛り土が厚いんでね、はい、こういうのがね、もうね、地震とかね、はい、雨でね、こういうね、崩壊とか、形成があってですね、非常にやばいんだけどね、まあ、あります。で、あとね、ここですね、これ天理ですけど、大和高原の上にもね、はい、あってね、めちゃくちゃでかいね。こういうね、大規模なやつはね、大和高原。うん、この山の、この上側なんですけどね、こう、その山の裏ですけどね。ああ、そうですか。うん。こういうやつもね、山を切って、盛り土して作っているんで、大規模土木工事のね、まあそうだ。こんなんが奈良にはあります。今日は行かないけど、ね。こういうとこって、誰が所有者なんですか？ここは多分ね、民地でしょ。民地？うん。民間の人が。ちょっとゴルフ場とかね、畑とかね、そういうね、ところをやってますし。うん。で、さっきの吉野は多分、これがあちこち点在しますよね。いっぱいもうだらけですよ。こういう状態ですね。ただ、ここってね、下走っても高原とか見えないんですよ。山の上だから。
うん、だから実際ここ走ってもそんなに見えないけどね、実際こんな感じでね、どんどん奈良県の阿蘇山のあれみたいな、うん、あれに近いわけですね、あんな感じの規模のやつがね、うん、できてます、うん、そういうのが、だからこういったね、奈良県の場合、これ大規模土木工事のね、巨大メガソーラーと、うん、あとこういったちっちゃいため池のね、これって、その所有者がええよって言ったら工事ができるってことですか、うん、その周りの人たちとか関係ないんですか、うんうん、ほぼ関係ないですね、関係者ですね、ほんでね、またあったけど、結局ね、こういうのってね、あの県知事止まれないんですよ、県の力では。うん、うん、それで前の前知事がね、うん、あの日本で8本目のね、あの条例作ったのね、メガソーラー条例、うん、それで作ったその条例によって県知事がダメって言えば止まれなかった、うん、そのね、県知事が作った条例ができたんだけど、うん、できた年にあの山下が、はいはい、ね、維新の維新になって、はい、そうするとそれって知事がね、いい人っていう前提なんですよ、はあ、知事が住民を持っていい人だという前提で作った条例なんで、知事がミカソラやるってなったら起訴したい。ああ、逆なん、逆張り、逆張り、だからせっかく前の知事がね、結局知事の力じゃ止められないですね、こういうのはね、ワントップで何でもできるんですか。いや、違う違う、逆なくて、あの知事の力じゃ止められなかったのね、ミカソラをね、うん、止めるようにしたんですよ。要するに知事の権限でミカソラを止める権限をね、あのそういったね、作ったんだけ、作ってやったーと喜んだんだけど、喜んだ瞬間に知事が入れ替わって、知事がメガソーラー池池になっちゃったから、あの条例がカクッとなったという。でもその議会が反対してもダメなんですか、うん、で知事が OK って言ったら、うん、知事が言い過ぎね、基本的にこういうのって、ね、止められないですよね、行政では、民事の場合はね、うん、でそれが困るんで、なんで、レグリもそうだけど、止められないんで困ったもんで、はい、それで条例作るってことで、前の知事が頑張って条例作って、その条例ができたことによって知事がダメって言ったらダメなんですよ、知事の権限で止められるんですよ、で結果画期的な法律なんですね、それを作ったんだけど、作った瞬間に知事が入れ替わっちゃったもんだから逆効果で、うん、知事が止められるはずの知事が作れイケイケになったもんだから今困ってるという状態です。なるほど、うん、もったいない。日本でね、8個目かな、そのね、あの県の条例としてあるのはね、だから非常にいい条例でね、有効ないってことですね、うん、その条例って意味ないって、うん、逆になって、うん、非常に貴重に意味があるね、立派なね、素晴らしい条例なんだけど、それは知事がいい人っていう前提なんです、うん、そうか、うん、俗人的なんですね、知事がそのね、あの県民のことを思ってやるんであれば当然止めますよね、うん、ね、うん、だけどそういう条例なんでね、やっとね、あの止められるようになったんです、うん、政治的にね、ところが作った年に変わっちゃったもんだから、うん、っていう話また後でしますけど、はい、まあ、そんな感じですね、はい、はい、わかりました、ありがとうございます。このまま、うん、こういうため池にどんどんと、そうそう、どんどんメガソーラーができてきてるってことですか、うん、特に瀬戸内ですね、あの岡山とか香川県とかため池の多いところですね、もうどんどんできてますね、安いから、反対運動しにくいし、できないし、止められないし、うん、というので、はあ、今日本中に増殖中です。そうですか。正しいんだから。正しいですね。うん、で渡り鳥はどうなるんですかね、これ。さっきの話で鳥運賃するかって鳥を追い払ってるんですね。それひどいらしいわけだけどね。そうですね。さあ運賃されたら困るからね。うん、なんかでもちょっとあの辺汚れてますもんね。ちょっとあるけどね。あるけど、まあそれでもね、あの運賃バリバリされるよりはね。なんかちょっとこう。汚れてるなっていうところです ね、 ですね、こういうのがやっぱりこう光が刺さなくなって、そうです、ね、発電しなくなるから問題だっていうことで、鳥を追い払ってるという、ね、なるほどなるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。なんか感じがないことになって、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。いやでもあそこもすごいですね、あの線が、あ、そうか、あとね、そうそうね、あれね、あの電気ね、うん、あそこでウィーンって言ってますよ、ね、なんか言ってますね、そうそう、やっぱ電気ね、あのね、うん、うん、で今、ああいうところにね、なんかね、蓄電池を置こうとしたんですね、蓄電池ね、うん、夜の間出せるようにね、うん、そういう蓄電池がこの前で、ね、うん、ボカーンと爆発して、うん、大惨事だったけどね、うんうん、要するに、それもね、韓国製になったんですよね、うん、あ、そうです、全部メーカーも出してるんですよ、キストの名前も出る、食べずに、ありました、あの。そういうね、あの韓国製のね、バッテリーがね、うん、あの爆発したって、ね、めちゃめちゃ音してますね、こっから、うん、まあ電気があるから、これ夜中もこんな音してるんですか、うん、ずっと、うん、そうそう、ファンがね、熱持つからさ、ああ、空冷ね、
ほとんど冷やしてるんですか。そうそうそう、あの熱を持ってるからさ、配電盤がね熱くなるので、そんなことを、うん、いや、まあ、この周囲の人の家があったらちょっとしんどいですね。難しいね。で、あと電気が出てるからね、かなり電気。そうなんですか、うん、電気レンジだもん、ガーッと電気を出してるから、ね、あんまり近づかないねていうか、そこれがね、なんかすごいこう入ってきて、ちょっとじゃあ近くまで行って、あの看板でも映すか、看板、日本車ですよ、このね、メーカーはね、はいはいね、強制があって、あの地域で乗ってね、多いですよ、関西の強制のね、一応ね、強制な関係はね、一応日本の環境ですけどね。でこのパネルは京セラのパネルが付けられるんですか。足りない、あのね、はい、あのほぼね中国製、うん、先ほど吉野の京セラも多分臭いけどね、パネルは中国製です、うん、安いから京セラがそのね、そういったまあ免許使うやってるけどね、まあ、あのパネルは京セラ、あ、中国製で、フロートはフランスだ、うん、全部もう外資とかね、外国製連絡先までかい。あ、それは当然だよ。それは許可があるからね、お前に最低限からね。まあ、そういうところですね。まあ、古いからね。古いから、もうね、あの、買ったりしたけど、最近は全部外資がほとんど。結構昔だからね、まだ日本の企業がなってるんですよね。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。そうそう、うん、この顔がね、こんなんですよ、うんうんうん、全然顔が見えないでしょ、目も鼻もわかんないでしょ、うん、まあ、いろいろあるけど、こんな感じでほら、どんどん持ってた大工事、うん、大工事なんだ、何これ、これかもっと盛りをガーッて、うん